せーの、タリタリップです。どうしたぎこちなかったし、なんかもう一回やる、リハよ、もう一回やる、せーの、タリタリップです。いいね、ここから始まったことにしよう。ぎこちなさしかない、ごめんね、ついていけないわはい、ということでこんにちは、伊勢ゆりです。あ、こんにちは、岩崎まさやです。はい、ということでついに、はい、いよいよスタートしました、はい、伊勢ゆり宮崎まさやのまったりゆったりホットリップ長瀬登別温泉編ということで、あ、ごめん、また奪っちゃった。いいよ、本能的に奪っちゃった。ちゃんと乗れたから、乗れたから、うん、よかったです、はい、ということで今回はもうすでに告知してある通り、はい、もう待ちわびてるくらいか。そうですよ、もう再三ですが、登別温泉にもお邪魔してますよ。北海道は別海道。今日おかしいんですよ、彼なんかね、本当にでかい、今日は何が一番楽しみですか。今日一番楽しみなこと、はい、ネタバレない程度で難易度激高じゃない、もう言うこと全部なくなったんだけどどういう振り、下手すぎるだろはい、ということでどういうことだよどういうこと、どういうことということで、はい、もう早速今からここからもうどこで、はい、最初あるところに向かっていきます。はい、はい、どこに行くんですか。ネタバレのないってことでだからもう言えないんですじゃあ皆さんついていってください。今から行くんでね。はい、じゃあ目的地に向かっていきます。レッツゴー。伊勢ゆり宮崎まさやのまったりゆったりホットリップ、2旅目長瀬登別温泉編、行きますか。はい、いや、あの車に気をつけつつですけど、はいはいはい、あのさ、なんか緊張するなって思ったのが、うん、どうした。2人でオープニング挨拶したの初めてなんだよね、最初。本当だ、映像の始まり。なんかね、なんか某チャンネルのなんか挨拶みたいなの作ろうぜみたいな。いや、そう、いや、それもそう、そうだ、ハードルが高すぎたのよ。そうだね、前回がさ、なんか最初、うん、俺が画面の中に入れなかったから。あ、そうだね、そう、それであの権利のやつね、なんかぬるっとね。そう、今日も権利ありますよ。そうだ、今日も、今日も今日って、あの生配信ミーティングでね、そう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 、バトルした。いや、どこで使おうかなって本当にあとはね、そう、お互いが決めた、そうそうそう、秘密のミッション、そう、あれもやっていかなきゃですよ。あ、みやさん、ん、ラムネいるラムネラムネいるこいつ欲しい。ラムネいる、欲しい。いいよ、ありがとう。食べな、ありがとう。ラムネ食べな。ラムネくれました。やっぱり糖分補給していこう。ブドウ糖じゃない、ブドウ糖どっちも頭回さなきゃいけないから。ありがとう。そう、え、涼しい。涼しいね。うわ、こんな、え、ここ徒歩で歩いていいとこなんだ。めちゃくちゃ気持ちいい。徒歩で歩いちゃいけないってことはないないだろうけど、なんかこれを夏に放送するわけでしょ、うん、なんか申し訳ないね。あ、確かに、こんな涼しいところを。もうだって、え、でも俺たちのさ、東京もさ、うん、今暑いけどさ、うん、あのこれでもちょうどいいぐらい。あーね、これめっちゃ可愛い。昨日もね、お互い長袖だったけど、うん、それでも全然涼しいって言いながら過ごせてて。あ、そうそう、あの今日も2日目なんですよ、実は。あ、そうそうそう、なんか前回もそんな感じでしたが、ね、前回は1日目に牧場に遊びに行って、それはあのね、あのダウンロードカードの収録内容だったんですけど、うん、昨日はですね、もう夜に収録をなんか軽く、うん、しあのつつ、ツアーで、あ、特典用のやつね。そう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 、ツアーに連れて行ってもらったんですけれども。そうなんですよ、ありがとう。地獄谷ツアー、地獄谷ツアー、夜のねナイトツアー、ライトアップされてた。そう、なんか、野田さん、野田さん、もう野田さん忘れられないよね野田さん忘れられない、面白すぎた。あの、ガイドの方がいらっしゃったんですけれども、めちゃめちゃ面白かったので、ぜひ見てほしいですね。見てほしいし、勉強にもなったっていうね。うん、そう、多分イベントでもらえるんですよね、うん、あのカードが。そう、ぜひその中にある、特典映像を楽しみにしていただいて、まあ、ちなみに冒頭にやった挨拶は、うんうんうん、昨日あのみやたんが出来心でやった、それが採用されました
急に、ね、なんかやろうぜみたいな、そうそうそう、ポーズなって、そう、昨日やったじゃんっていう、もう昨日なんかやってたじゃん、変なポーズこういうやつね、そうやってたんだけど、だもうだし、なんか変に、うん、せーのタリタリップですを一人でやるっていう配信あのダウンロード版を買うと、うん、みかんバージョンが見れますそうだね、俺たちの前日感がそうそうそう、挨拶できるまでの流れが、そうそう、あ、こいつ勝手にやってたんだなって、流れとかじゃないのよなんか今日になって当たり前のようにやるでしょみたいな感じだったあの年下が付き合ってくれましたはい、どうも、僕のやりたいことに本当よ、みんな忘れてたでしょ、こいつが年下なのイエーイ、こっちこっちか、あ、見て、え、あるよ、ちょっと見て見て、大沼、大沼、大湯沼、湯沼川か、大湯沼で、僕らが行くのがここです、てれー、天然足湯、朝からっすよ、初回からですよ、最高だね、やばいよね、前回ね、うん、伊香保温泉の時は階段登っていきましたけど、そう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 、今回は山歩いてますね、そう足湯ってなんかちょっと苦労しないといけない、じゃあなるほどねなるほど、ちゃんと見合ってるわけだ見合ってるわけよ、もうね、昨日1日目というか、うん、もう泊まって夜にお風呂も入りましたけどね、あれもね、すごかったよね、あのここの、うん、あの旅館ホテル、うん、あの温泉2つあるんだよね、あるで、なんかどっち行くか悩んで、うん、あ、かわすごい、で、結局俺たち2つ行くっていう、どっちも行ったなんか朝行くっていう、そうそうそう、プランもあったんだけど、プランもあったんだけど、1個の方がね、うん、あのもうめちゃめちゃ一つのお風呂なんだけど、うん、もう超でかいスケールみたいな、はいはいはい、感じの最初に行ったから、うん、そこを最初楽しみつつ、うん、ね、なんか 数的にもうちょっと、そうそうそう、なんか露天風呂も入りたいなってなって、そう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 、結局夜に一気にはしご風呂をしまして、ね、遅くまでもうピチピチよ、本当にもう染み渡った、今日肌の調子いい感じする本当、これも多分温泉だよね、え、でも匂いがね、すごい、ね、見てください、くせー正直ね、もう匂いこれすごいよね、うん、すごい、いやでも肌にいい、本当にいいと思う、あー多分伝わってない多分伝わってない映像だとね、映像だと見てください、北海道まで伝わってないうん、虫昨日から虫と戦ってるよね、そうだね、きついそこだけが、でも北海道基本ね、虫少ないって言ってたから、うん、あの今回がね、多いのよね、そうこの時期がね、ね、なんか一気に増えたらしいねもう、さ、階段階段登ってるよ、美味しいものたくさん食べる予定だからさ、そうね、貯金ね、貯金しとかないと、気をつけて、なんかこっちのカメラだと出たり入ったりになってるからなんか俺がカメラ持ってるのもあるけど、ありがとう、いや、あげる、はい、わあ、楽しいイエーイ、道がね、めちゃくちゃ細くて、あ、木でできてる道、整備されてる道、あ、朝からいいね、朝からいい、そう、今日割と朝まだ早いから一日盛りだくさんなんですよ、うん、そうなのよ、こっから楽しみがね、そういっぱい詰まってて、うわ、いいなぁ、あ、着いた、ついた、ついたのか、すごい、ここですか、じゃあ降りよう、よいしょよいしょよいしょ、そっか、そういうことねここまで追ってきた川に、あ、やっぱここなんだ、俳優ってことね、あっちまで行っていいのかな、あっちまで行っていいのか、じゃああっちまで行かしてもらおう、こっちも行っていいのか、この川は大湯沼から流れてる源泉です、ここから行けたんだ、
あ、ここから行けたんだ。なんかどうしてもね、もうすでに人がいらっしゃったからそっちに釣られちゃったけど、え、ここがいい、ここがいい、ここがいい。はい、ということで着きましたよ。いえ、はい、大湯沼川、はい、あ、合ってたわ、うん、天然足湯へ到着しました。はい、こちらはですね、はい、大湯沼から流れ出す温泉の川、大湯沼川の天然足湯ですって、はい、それではですって。え、入っていいですか。ありがとうございます。じゃあ入りますか。もうね、靴も靴下も脱ぐ。だから今日、あ、そう、このパート1は僕は今日短パンボーイ。そう、短パンボーイなんですよ。あれ、これ裏、あれ、裏切りなんですよこれ。そのまま入んの。ちょっと、じゃあまくるじゃん。そのまま入んの。まくりやすくなってるじゃん、ちゃんと。ほら、いや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 、違うの、これ裏切りの話があるの。いや、裏切りの話、誰が裏切ったの。なんで俺と伊勢湯の番組で裏切る相手が俺か伊勢湯じゃないのよ。どっちかでしょ、絶対。誰が裏切ったの。よいしょ、 LINE でね、あの台本いただいた時に伊勢湯が、みやたん短パン必要らしいよって。よいしょ、もういいからみやたん、そんなの。気持ちいい。ちょ、これこっちがいい、これこっちがいい。何、こっち、やってそう、やった。うわぁ、おひょー、すいません、なんかぬるっと入っちゃって、みやたんが言い訳してたもんだから。熱い、足ねぇ、はい、じゃあ、気持ちいいけど、うん、めちゃくちゃ皮が厚いのもすごいけど、うん、言い訳の続きをさしてよ。何、あのね、短パン、今下から舐めてくれたけど、短パンね、うん、短パン、あの LINE で短パン必要らしいよって言ってくれて、そう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 、で俺は短パン嫌だなって返したの。そしたら伊勢湯が、あ、俺もじゃあなんか短パンじゃないのも持っていこうかなみたいな、まくりやすいの持っていこうかなみたいな言ってくれてたから、うん、あ、じゃあそれでいこう、絶対そうしよう、うん、最高だって言って、うん、来たら、なんか来てからよ、旅館着いてから、ごめん宮田、短パン持ってきちゃった。しかもちゃんと前振りしてね、ごめん宮田、謝ることあるわ。ごめん宮田、俺言ったもんね、ごめん宮田って言われた時に嫌だ、もう嫌だ。もう分かる、なんか、なんかある。だってでもいろいろ考えたのよ。何、やっぱもういろいろ拭かなきゃいけないし、まあ、確かにそうっていうのがいろいろあるんですけど、そんでね、うん、今この角度から撮ってもらってるじゃないですか、うん、ってことはよ、カメラマンさんの絶え間ない努力。びっくりした。本当気をつけてくださいね。本当にそこね、結構すぐそこ落ちるところに立ってるから。対岸まで行ってくれてるから、うん、本当に。よし、みやたん、はい、君が入ってられる時間はもう終わりだ。なんで。君にカメラを託そう。こいつ。宮崎、出ろ。おい、マジかよ。宮崎アウト、宮崎アウト。人としてどうかと思うよ。宮崎アウト、はい、はい、じゃあ行くか。よし、あ、ダメです、入んないでください。え、入っちゃダメなの、はい、やば、ちょっと待って、俺下手かも。伊勢湯の頭しか映んない。なんで。あ、来た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 。いや、気持ちいいな、気持ちいい。お湯加減どうですか。誰ですか。カメラマンの、安畑です。安畑さんですか。安畑です。いや、本当に気持ちいいです。あ、ごめん、自分映ってる、これ。え、おい、イエーイ、おい。ちょ、ごめん、仕事しろ。すいません、すいません、仕事しろ。お湯もちゃんと見せてください。はい、はい、これ見て、今さ、ジャリジャリのとこ裸足で歩いてる。仕事ですから。仕事ですもんね、ちゃんと、はいはい、あの痛くならない程度で、はい、自分で立場探してください。はい、近いのよ。近いのよ、わかるのよ。もう君、食べ物の写真撮るときもめっちゃ近いところで撮るじゃん。なんでハマってんの最近。あれの方がね、おしゃれに見えるの。あ、どうですか足は。うわー、気持ちいい。これね、安畑の足です。安、違います。え、違います。伊勢の足です。伊勢の足でした、はい、ちょっとそろそろ、はい、あれですか、冷えてきましたか。冷えてきた、足が。冷えてきた、足が寂しいですか。寂しい。じゃあいいよ、やった。仕事しながらなら入って、気をつけてね。はい、気をつけて。
あったかいですね、佐藤さん。ああ、はい、なんかね、それどころじゃないわなんか、怖くてそれどころじゃない俺、お尻とかもう全部濡れてないまあまあ、そん時はそん時だ人ごとやなうわぁこれね、もう下の砂がすごいの、うん、ね、このもうめっちゃ細かくなってて、これがまた柔らかくて気持ちいいんですよ。わかる。すごい。砂浜とちょっと近いよね、感覚が。そう本当にそう。うわー、気持ちいい。魚の目線でも撮るわ。魚の目線あんま聞いたことない。あー、どうですか、いい感じですか、ヤサトさん。いい感じ。いい感じですか。ずっと僕を追ってくれてますけど、カメラが。楽しい。楽しい。いやー、じゃあいいでしょう、ヤサトさん。本当、もとい宮崎さん。はい、お仕事完了です。やった、カメラをお預けください。ヤサト頑張りました。ヤサトでした。誰なんだよいやじゃあ押し相撲しようぜ。なんでなん、いいの本当に。で、押し相撲して絶対に助けること。今日このあーってなったらこう絶対助けることね。最近ハマってんの、押し問答に。いくよ。はい、いいよ、せーの。バカか、怖かった、怖かったよ。よかった、すぐ終わってよかった。泥じゃないのよ。泥です。負けてんのよ。安畑でした。おかしいじゃんどう締めるの。というわけでね、皆さんもぜひ、はい、北海道に来た際は、はい、大沼川天然足湯、はい、来てみてください。絶対来てください。絶対。広い北海道ですが、うん、でっかい道な北海道ですが、はい、待ってます。絶対に来てください。ここで待ってます。安畑さんが安畑が、はい、いいですねというわけで、はい、パート1、まあ、足湯を早速楽しみました。楽しかった。はい、次は何をするのか。なんだっけ、2週間おき、隔週ですか。2週間、はい、じゃあ2週間またお待ちください、はい、僕らが足湯に入っただけでしたじゃあまた、またね今回はここまで。次回をお楽しみに。